この間ね、新しく農業を始めたいっていう人が、青森市の農林水産部農業政策課の方とお話をするってさ、ね、名刺のだけはお見せするけどもね、うん、そういう話をする場があって、で俺一緒にいてくれって話をされて行ったんだけどね、その時に、ちょこっと話ねしたので、その人と俺と1対1でね。でその時にやはり有機の畑をやっていると、周りの農家さんから害虫の発生源になるから迷惑だっていう話はいっぱい聞くってやっぱり言われたのね。うん、でやっぱそういうふうに思われてるんだなと。ね、だけども俺が知ってる事実とは全然違うのね。真逆。まあ、その話を今日しようかなと思います。で、その話をするための場所っていうのが、まあ、この撮影してるところの裏側ね、カメラの向こう側に俺の家の家庭菜園があるんだけども、ここでね、もうずっと無農薬で化学肥料も使わないで、何年になるだろう。俺がやり始めてだから6年、7年ぐらいになるんだけども、まあ、害虫出ますよ、やっぱり。柿の木もあるんだけども、すごい毛虫がついてね、食い荒らされたりして、そこの部分、枝切ったり葉っぱ取ったりとかして、すごい出るな、でもまあ無農薬だから仕方ないよねってさ、毎年ね、それ対策してたのね。虫取って、捕殺、捕まえて、虫を殺すという手作業のね、うん、そういうことをしてたんだけれども、ある年、全然出なかったのよ。葉物野菜も食われない。果樹、まあ、要するに柿の木とかね、ぶどうとかにも毛虫が一切つかない。あれなんでだろうってさ、ね、おかしいと。無農薬の畑、有機の畑、自然農法の畑で害虫の発生源になっているっていうのは、まあ、周りの人からみんなに言われてさ、我々有機農家というか自然農法家というか無農薬農家は、まあ、肩身の狭い思いというか申し訳ないなと思ってやってきたんだけども、それが正しいとするなら、なぜあの年だけ、1年だけね、次の年またいっぱい出たんだけども、なぜその年だけ虫が一切出なかったのか。まあ、一切ってわけではないんだけれども、ものすごい害虫の数が激減したのね。何もやってないよ、俺は。俺は一切何もやってない。薬撒いたわけでもないし、一生懸命こう、こう、振り回して、ね、虫取りしたわけでもないし、何も至って普通のノーガード戦法で普通にやってました。で、なんでだろうって思って、よくよく考えたら、裏の家のお庭やってる人、そこでお孫さんが生まれたのね。お孫さんが。で、その年だけ、農薬撒かなかったのね。庭に毎年、野菜とか、そういうのを育ててるんじゃなくて、剪定して、本当にお庭にしてるんだけども、毎年ね、春に薬撒くのよ。それをやらなかったの。多分孫に農薬の害をね、与えたくなかったんだと思うんだ。その1年だけ撒かなかったの。その年が害虫出なかったのね。で、次の年は耐えられなかったんでしょうね。虫がいっぱいだから。また撒いたの。散布したの。そしたらまたいっぱい出てきたのね。それからはもう毎年出てきてます。今年も散布したから多分まあ害虫出るんだろうなと思ってます。で、これ何が起きたかっていうと、農薬を撒いてる場所には虫は寄りつかないんだと。ね。向こうはもう虫を殺すための薬をバーッと撒いてるんで、農薬を散布してるんで、行けば死ぬ。あっちは地獄。ね、向こう側にあるんだけどもね、このカメラの向きで言うとこっち側の家なんだけど、裏の方なんだけども、あっち側は地獄。で、俺の家庭菜園は一切農薬使ってないから、で、草むらもちょこっと残してるがあるから、まあ、パラダイス、楽園なわけよ。そうすると、どっちに行きますかと。紛争地帯の、農薬散布された紛争地帯と平和な日本とか、まあアメリカは銃弾車とかもあるけど、まあアメリカとかね、そういう先進国、フランスとかそういうところ、どっちに、自由に行き来できるならどっちの国に行きますかって言ったら紛争地帯じゃなくて平和な国に行くよね。治安のいい国に。ね、そういう違いなんじゃないかと。ね。だから虫たちもね、人間でいうとこの銃弾飛び交い、爆弾が落ちてくる、空爆されるような、農薬を散布してるお庭よりも、うちみたいな、全く一切薬を使っていない場所に寄ってくると。向こうから逃げてくると。それで、うちの庭に害虫がいっぱい出て、柿の木の葉っぱとか、ぶどうの葉っぱとかね、食い荒らされて、野菜も食われたりするんだけどもね、そういうことが起きてるんだっていうことが分かったのね。本当にその、お孫さんが生まれて、喜ばしいことで、その年だけ農薬まかなかったの。いつも業者に頼むんだけど、本当にその時だけ出なくてさ、不思議で不思議でね、家族になって、なんでこんなに虫出ないんだろうって、薬撒いた勝手にって、いや撒いてないよって、撒くわけないじゃんって、撒く機会もないのにって、どこにもその農薬からとかないでしょ、撒いてないよって、虫粉も下げてないでしょって、なんでだろうなったら、やっぱそれしか考えられなかったのね。だからやっぱそういうことを喋る農家さんもいるわけよ。農薬を撒いてる方から害虫が逃げてきて、うちの撒いてない畑の方に来るんだよっていうのをね、確認して見てる人いっぱいいるわけよ。で、俺もそれを体験したわけさ。だから、やはりね、その、農薬を散布する方は安心してほしいのは、ちゃんと農薬定期的に撒いてれば虫いかないんで、こっちに、発生したとしてもそちらにも行かないで、こっちでずっとね、みんな野菜食ったり、葉っぱ食ったりして、のびのびやってるだけなんで、やはりその農薬散布してる方のところには行きません。ちゃんと農薬撒いといてください。そうすれば絶対行かないんで。だって、その辺の山とかでも、原っぱとかもあるじゃん。隣接してる場所。そこでも害虫でいるはずなんだけども、来ないじゃない。農薬撒いてれば。農薬さえ撒いてれば、害虫はこっちで発生したとしてもいかないんで安心してください。むしろそちらから逃げてきた害虫を我々は受け入れてる状態。だからって撒くなとか、そんなこと言わないし、文句言わないでとかじゃないんだけども、農薬さえしっかり撒いていれば大丈夫だよと。で、逆に我々農薬を使わない農家、家庭菜園者っていうのは、そこで農薬使うならこっちに来るじゃないかっていうような喧嘩も仕掛けない。お互い自分の農法をやってるだけ。農薬撒いてれば虫は来ない。来てもちゃんと防除できる。我々の方は周りから来るかもしれないけども、それを良しとしてやってるんだから、それを周りに喧嘩ふっかけない。農薬撒くならこっちに虫来る。そういうふうに、やはり自分の、栽培方法、ちゃんと選んでやってるんだっていうことを肝に銘じてね、言わない。他人の栽培に干渉しないっていうだけでいいんじゃないかなって思うんだよね。っていう話は、市役所の方にはね、お話ししなかったけども、裏面だけね、お見せするけども、お話はしなかったけれども、そういうことあるんですねって、そういうことをいちいち言う、有機農家の方も喋っちゃうから、結構ね、撒くなとかさ、水田だったら、取水口から農薬だとか化学肥料の入るからやるなって喧嘩ふっかける人もいるんだけども、俺はそういうのはね、本当有機農家も改めなきゃダメですよねってね、こっちが悪いように喋ってるんだけどもさ、で、向こうもね、いやいや、お互いやっぱりね、そこは分かり合わなきゃダメだねっていう話で丸く収めたんだけども、やはり相互理解。だから、本当にね、農薬を撒かなければ、無農薬であれば害虫発生源になるか、なりません。害虫、集まってきます。周りで撒いてるところから集まって受け入れてるだけで、ちゃんと農薬撒いてればそちらの方には行かないんで安心してくださいと。農薬撒いてる方たちはね。で、我々有機農家、無農薬農家、自然農法家、そういう人たちは、周りの農薬撒いてる人たちに、それ撒くなとか、って文句を言わない。それぞれの栽培方法があって、それぞれにプライドがあってやってるんだから、そこは尊重してお互いにね、譲り合うとか譲り合って共存していこうっていうこと。で、相互理解。喧嘩すれば相互理解絶対できないんで、喧嘩はしない。こういうこともあるんだよっていうことで、やっぱりね、我慢しない関係は難しいんだけどね、人間ってね。だけども、俺の家庭菜園で見ていけば、やはり農薬撒いたところから撒いてないうちの方にいっぱい来て、虫が大暴れしてますっていう体験談、お話でしたんで、なんとかね、お互いに共存できるような、いろんな栽培方法が共存できるような社会にね、時代になればいいなぁなんて、改めて、思わされましたね。その市役所の人たちと、市役所の人たち一人だったから、お話しして思ったのはね。俺は幸いそういうふうに文句言われたことないから、害虫出るから、薬撒けみたいなことは言われたことないんで、山の中だからね、周りに害虫なんていくらでもいるわけなんで、言われたことはないけれども、思われてるかもしれないから、やはり俺の方もちゃんと草を刈るぐらいはね、とかしないとなって思ってます。お互い共存できるように、一応気をつけてる足りないところもあるけれどもっていう感じで、有機農家の畑、無農薬の畑は害虫の発生源になっているかどうかっていうと、実はあまりなってないんじゃないかなっていうのが俺の経験。15年間有機農法、自然農法、自然農、自然栽培、いろんなものを勉強してきたけれども、その経験から言うと、なってないんじゃないかなって思うっていうお話でした。